平成31年、本年を日本の明日を切り開く1年としたいと。本年は主要国の首脳が一堂に会する G20 サミットを初めて日本で開催します。アフリカの国々が集まる機会と、秋にはラグビーワールドカップも予定されています。そして5月1日には大田市政府が補足され開園が行われます。歴史的な大井の名称を国民が届いて保存することができるよう、その準備に全力を尽くしてまいります。 NHK もその先の時代になって国民の皆さんと共に力強いスタートを